コーンポタージュです。こんばんは。そろそろ寒くなってきたので、コーンポタージュを飲みますよね、皆さん。でも、中のコーンがうまく出てこなくて、こんなことしたことありますよね。それでも出なくて諦めましたよね。その解決策として、くびれのある、粒がよく出る容器や、粒を上手に飲むコツとして、細かく回しながら飲むなどの方法が提案されていますね。ということで、物理エンジンでもやってみたくなりました。その前に、お知らせです。棒読みちゃん T シャツ、パーカーできました。あと工事キーホルダーもあるよ。空き缶を2つ作りました。プルタブは外しており、1つはくびれがあります。中が見えるように透明にして、コーンを少し入れます。20粒入れました。水なしでは粒が出てきません。なのでポタージュを入れてみます。これで飲みかけのコーンポタージュができたので、傾けてみましょう。粒がポタージュと一緒に出てきましたけど、8粒残りました。なので今度は上手に飲むコツ、回転させながら傾けてみます。回転するごとに粒が流れ出てきます。粒の挙動や現実のコーンポタージュとは密度や粘性などいろいろ違いますが、まあ回転した方が粒はたくさん出やすそうですね。4粒残りました。次はくびれのある粒がよく出る容器で試してみます。どうでしょうか？どんどん出てきます。今回は最後の1粒が残ってしまいました。リアルですね。水を完全に透明にしてみます。くびれを使って出口まで一直線に流れる様子がわかりますね。ということで、物理エンジン上でも、コツや容器を工夫すれば、粒が出やすいことがわかりました。念のため現実でも試してみましょう。まずは、こちらのコーンポタージュを、そのまま出してみます。それでは何粒残ったのか、中を見てみましょう。2粒しか残ってませんでした。でもこの2粒とよく格闘します。次は同じものを、書いてあるコツの通り、回しながら出してみます。てかこんな飲み方できなくね？それでは何粒残ったのか、中を見てみましょう。2粒、同じやないかい。次に、よく出る容器をそのまま出してみます。それでは何粒残ったのか、中を見てみましょう。残っていません。よく出る容器は本当によく粒が出るっぽいですね。結論、2粒との勝負。